まあ、結成した当初は誰もそんな10年も続くグループになるとは全然思ってなくて、でもこうやって地道に続けてきましたら、たくさんの方の応援もあって今年で10周年を迎えることができました。やっぱり10周年に関してはいろんなところでこうして盛り上げていただいたりとか、今回のこういうイベントとかもそうですけど、なんか本当にたくさんの方が10周年っていうのをお祝いしてくださっていて、なんか改めて10年ってすごいんだなっていうのは感じてます。その記念の色になったりとかっていうのはあるんですけど、こうやって誰かとのコラボっていうのは初めてなんですって。点灯スイッチを皆さん4人で押していただきますと、後ろにございます東京スカイツリーが桃色クローバー Z をイメージした特別カラーに点灯いたします。ちなみにほんまにこれタレントさんとしてコラボするの初めてらしいんで、いきたいと思います。せーの、5、4、3、2、1、どうぞ。せーの、わでなかなかない、ね、なかなかないね。俺ら5人だけというね。あれカメラ撮りましょうか。そんなん見たことないわ。なんかでもさ、ピントとか合ってないんですよ。ね、一個貸して。今高木さんが前の方のカメラをお借りしまして、私が撮りますと。綺麗に撮れるかな。でもさ、心得ですか。カメラ撮るのは初めてです。不安だな。すごい体勢。いいね、いいよいいよ。すごい体勢だけど。ポーズはいいと思います。見せたい。見せて。本当いけてる？いけてるかな。撮られます。はい。さあ、ちょっと見れますでしょうか。これじゃない？これ。どれどれどれ？全然映ってない。全然映ってないやん。あ、無理だ。はい、これは無理だ。ちょっとこう、なんか明かりがあるなんかな。はい、ありがとうございました。どこからでもね、見れるこの東京スカイツリー、ぜひぜひももクロとコラボレーション、ぜひ絶対に、5回は見に来てください。このももクロカラーに光ってるスカイツリーが光ってる間は、皆さんのなんか一日の楽しみになればいいなと思います。なんかスカイツリーが4色になるって、こんな夢みたいなことあるんだって。お時間ありましたら、ぜひ一度生で見てみてほしいなと思います。皆さんぜひね、スカイツリー、この4色に光るスカイツリーを、こう外からも中からも展望台からもね、景色を楽しんでいただけたらいいなと思います。皆さんぜひお越しください。